皆さんこんにちは。今回紹介するのは男性ボートレーサーの森明光選手です。森明光選手といえば岡山支部に所属しており、1989年にデビューし、デビュー後は数々のレースで活躍し、7点台の勝率をキープし続けたトップレーサーでした。しかし八百長疑惑があり、2023年3月にボートレーサーを引退しています。そこで森明光選手についてこれまでの経歴や疑惑に迫ってみたいと思います。森明光選手は1969年9月3日生まれ、岡山県の出身です。森明光選手がボートレーサーになったきっかけは収入だったそうです。ボートレースでは高収入を得られるため、ボートレーサーになることに決めたそうです。森明光選手の生涯獲得賞金は10億2801万7924円でした。とても多くの金額を稼いでいますね。また森明光選手の実家の近くにはボートレース小島があったので、ボートレースが身近な存在だったのですね。そんな森明光選手は1989年12月にボートレーサーとしてデビューしました。養成所の卒業記念競争で森明光選手は優勝を勝ち取り、65期の養成所チャンプに輝きました。森明光選手は1999年11月にボートレース小島で開催された一般戦でデビューし、初優出で初優勝を飾りました。森明光選手は通算2099勝を挙げ、57度の優勝を飾りました。 G1 では14度の優出がありますが、優勝はありませんでした。 SG は2001年12月にボートレース住之江で開催されたグランプリシリーズ戦で優出し、2020年9月には史上136人目の通算2000勝を達成しました。順調に活躍していた森明光選手ですが、2007年に起きたプロペラ事件の被害者になってしまいます。事件は2007年11月にボートレース浜名湖で開催された SG チャレンジカップの3日目に起こりました。愛知のレジェンドの大島和也選手が森明光選手のプロペラを交換してしまい、この行為が内規違反とみなされ、即刻帰郷となってしまったのです。当然森明光選手は完全なる被害者ですが、ルール上展示構想終了後のプロペラ交換は認められませんでした。これにより森明光選手は選手責任外の欠場の処分が課せられ、無念のリタイアを強いられました。さらに森明光選手には八百長疑惑がありました。それは2015年1月18日にボートレース徳山で開催された一般戦で大量購入が行われたことが原因でした。出場選手は1号艇は A1 級の森明光選手、2号艇は B1 級の住仁美選手、3号艇は B1 級の松本康則選手、4号艇は B1 級の村田智也選手、5号艇は B1 級の藤井聡選手、6号艇は B2 級の伊藤玲奈選手でした。誰がどう予想しても森明光選手のイン逃げを軸に購入するでしょう。またほぼ船券に絡んでいない藤井聡選手や B2 級の伊藤玲奈選手は除外することができ、簡単に当てられると考えられます。ただそういったレースこそ八百長をする側にはメリットがあるのです。現に10分前からのオッズ変動を見ると、明らかに不可解な動きをしていました。森明光選手がダントツ人気なので、通常であれば1を含まないオッズは上がっていきます。しかし締め切り10分前から5分前にかけて大量購入が入り、オッズは半分以下になりました。1も一緒に下がっていればあり得る現象ですが、これほどのぶっこみであえて森明光選手外しをするでしょうか。着外になることを分かっている人間以外普通は行わないでしょう。もちろんこの不可解な投票のみで八百長を断定することはできません。しかし森明光選手が出場するレースで同様のことが立て続けに起こっていたため、裏で何かが起きていたと考えられます。また過去には八百長で逮捕された選手がいます。2020年1月8日に西川正樹選手が八百長に加担し、その見返りに現金300万円を受け取っていたことが発覚しました。元ボートレーサーの西川正樹容疑者を
モーターボート競走法違反容疑で現金を渡したとして、親戚で会社員の増川淳容疑者が同法違反容疑で逮捕されました。両容疑者は共謀し、2019年7月2日にボートレース琵琶湖で行われた2つのレースで着順を4着と2着に故意に遅らせ、その見返りに西川正樹容疑者が増川淳容疑者から現金計300万円を受け取った疑いが持たれています。両レースの配当金額はそれぞれ約50倍約57倍で、増川淳容疑者は1から3着を当てる3連勝短式の船券を買い的中させていました。ボートレーサーはレース前日から通信機器を預けなければなりませんが、西川正樹容疑者はスマートフォンを隠し持ち、レース直前に増川淳容疑者と連絡を取り合っていました。西川正樹容疑者は2009年にデビューし A1 級になりましたが、2019年9月30日付で一身上の都合を理由に引退していました。一部のメディアによると、西川正樹容疑者と増川淳容疑者が結託し、不正による八百長で荒稼ぎし始めたのは2016年頃から2019年までだそうです。増川淳容疑者の銀行口座には億単位の入出金が頻繁に行われていたことが確認できているため、おそらく2016年頃から実行していたのではないかということでした。約4年間もの間明るみにならなかったという事実が本当に怖いですね。疑惑の森明光選手は引退しており、2023年3月1日に森明光選手が引退届を提出し、3月3日に受理されていたことが判明したのです。森明光選手のラストランとなったのは2023年2月17日に出場したボートレース琵琶湖で開催された一般戦第3回京都新聞杯でした。森明光選手は大外6コースから進入し、内側3艇が沈む展開から3着に入り、特大満州を演出する走りでボートレーサー人生に幕を閉じました。森明光選手といえば SG 優出の経験もある実力者で、1990年後半から飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍し、7点台の勝率をキープし続けたトップレーサーの一人でした。ただ2013年頃から勝率は大きく低下していき、2016年の優勝を最後に引退となりました。しかし森明光選手の引退理由は八百長の隠蔽ではないかと言われています。昨今ボートレース界では複数の八百長疑惑が浮上している状況です。逮捕に至った西川正樹選手の八百長事件から始まり、元妻が告発した多藤実選手や自殺をほのめかすツイートで話題になった中村亮太選手などの疑惑があります。そんな中、逮捕された西川正樹選手以外の真相は明らかになっておらず、競走界および選手界は沈黙を貫いています。そうした業界の隠蔽体質から考えられるのは、八百長の疑いを追及された結果、情報を公にしない形で引退させてしまったのではと言われており、仮にそれが事実だった場合、うやむやのまま終焉すると考えられます。正直他にも疑わしい選手やレースはたくさんあります。しかし疑惑のままで真相が明らかになっていないものがほとんどです。八百長などせず正々堂々と勝負してほしいものですね。通算勝利数2099勝など数々のレースで活躍していた森明光選手ですが、八百長疑惑があり今年の3月にボートレーサーを引退しています。八百長などせず健全にレースをしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。